似合うわ、たこ焼き器越しの兄ちゃん。全然嬉しくないけどね。こっちはブチギレなんだけど。なんで切れとるわパソコン。ブチギレですよ。身長差しするわ。40万ぐらい出して買ったあのパソコンが高い、ね、YouTuber にね持ってこいじゃあ言って。最新の M1 チップ搭載のやつ。マジでアップル。ジョブス。ジョブスに罪はない。スティーブ。スティーブで呼ぶ人おらんの。帰ってこい。スティーブンがどっか。スティーブになっとるな。そんな日はたこ焼きです。そんな日がたこ焼きか。持ってこい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 。もうカープのお前応援じゃないか。自分でまあ今お昼過ぎなんですけど、タコパでもしようじゃないですかと。ちょうどいい。兄ちゃんこの間沖縄に行ってきたん。沖縄じゃないわ。沖縄行ったん。知らんぞー。うわ、勇士選手かお前。よく分かったね。うん、あれめっちゃ鳴る、どうやって鳴らしとんやっていう動画が撮ったよ、ね、切り抜きで。大阪に行ってきて、うん、たこ焼きを6店舗で食べてきたんだよ。うん、たこ焼き食いたいなと思って。また兄ちゃんのたこ焼きうまいんよマジで。大阪で食べるたこ焼きに近い近い近い。いや兄貴なんで、たこ焼き作りましょう。お願いします。兄ちゃんのたこ焼きうまいんよ。だし使いの兄、ハス向かいのサジ。ハス向かいのザジ。やだなハス向かいにザジ。気になるね。気になるよ。真向かいじゃなくても気になるよね。お、贅沢に行かれるんですね。そう、一個あたり。タコって味出るよねマジで。大きすぎるとね、ちょっと入らんくて逆に扱いにくいけんね。わかる。こんな昼間から撮影するの珍しいけんね。よなよなじゃけいつも。兄ちゃんがちょっと声出てないけんね。そう出てない。腹から出していこう。はーい。おお、いいね。はーい。今喉で喋っとったけんね、よくないよ。よくないよ。あの頃ははっ、響くねー。いいねいいね。この家防音が結構すごいけどいいよね。そうなん。マジ外とかさ、結構大きい道路があってさ、うん、結構車通るんよ。で、開けるとうるさいんだけどさ、閉めてるとほんま気にならないよね。そうなんですよ。で、ベランダ出てさ、部屋で音楽とかこのリビングで流しとってさ、で、窓閉めたら何も聞こえなくなるんよ。じゃあ兄ちゃんがうるさい時外に出してたらいい。お前が出たらいいぞ。ほんで、ほんで、ほんでもってそんで毎度あり俺ら商売繁盛、環境大繁盛。ラララララ。いいですね。ハードル低っ。いいよ、どんどんやっていこう。こういうのほんま。うん、じゃあもう早速生地作りです。早速ですね。ここが大事なんですよ。そう、教えてあげて、知りたいし、うん、まずこの動画を見返したらいつでも誰でもタイガーたこ焼き。まずね、大阪に行った兄ちゃんが作るたこ焼きの味を味わえるんで。行っただけじゃけん、ね、この動画を見返してください。行っただけじゃけどね。 KK も見返しますっていう。で、たこ焼き粉は何でもいいんですよ。うん、ここに書いてある通りにやっちゃダメです。あんな、なんかね、カステラみたいなできるだろう。なんかあれダメよ。あれはダメ、あれダメよ。兄ちゃん、あのお祭りのたこ焼きとかあんま好きじゃないよ。あのなんかボソボソ。わかるわかる。ごめんね、辛辣でね。パステラってベ、あの蜂蜜が多めのやつが好き。ベが入るの。ベビーカステラのベが入ってくるでしょ。そういうことね。ああ、それならわかるわ。なんでベが入るんと思うけど。全くどこにもないわけじゃないけど、ベがカステラには。これ一旦200g です。この辺兄ちゃんが作ったことあるレシピがあって、それを参考にさせていただいてます。美味しかったね、前タコパしたじゃん。美味しかった。プライベートタコパ。卵、あないと思ったよな。買ってくるやつそうだなと思って。買ってくるぜ。買ってきてくれる。うん、ラッキー。で、進めとくわ。進めれる、もう完成まで。卵なしで。うん、え、じゃあ卵いらんじゃん。はい、じゃあお願いします。ちょっと K が買い出しに行ってきてくれてるんで、プチドッキリ仕掛けたいと思います。これをかけてここに待機してみます。ちょっと多分ね、いいリアクションしてくれると思う。勘弁してよマジで。プチドッキリうっぜー。マジ人間になりかけの猿じゃん。髪気にすんなや、おませさん。やられた。なんか二重じゃなかった、びっくりが。一回ってなって、うんみたいな。パッて見たらさ、うん、ぼやけて見えるじゃん、物って、うんうん、そこで一回兄ちゃんがおるってことにびっくりして、うん、焦点あった瞬間に猿。ピントがあってね。うわうわみたいな。フォーカス一気に。そう、あーしんど。ビジュアルうざくなかった。うざいよ、めっちゃおしゃれしやがって。続けましょう。続けてくれ。また下から手を拭く。あ、ギョイーン。よかったな。
もうこれさ、猿綺麗に撮ろうとしてさ、照明移動させんといて。ええけ、猿の綺麗さは。まずここに水100入れます。100ですね。粉200に対して水100、はい、そして卵を3つ入れます。なんか2つでもよかったんだっけな、なんだかんだで。でもね、あの水がかなり多く入るんで、これからも。はい、で、だしの素、これがポイントな気がするな。そうね、やっぱ結構だしめっちゃ効いとるじゃん、あのお魚って。それがうまいじゃん。小さじ 1.5 から2ぐらい、2ぐらいいこうかな、2弱、小さじ2弱ね。うん、で、ここね、ちょっとポイントかもしれないんだけど、川中醤油、まあ、だし醤油だといいかもしれない。まあ普通の醤油でもいいんだけど、うん、ちょっとせっかくこれあるんで、これでいきましょうっていう感じで。だし醤油ね、川中醤油、広島さんでございます。はい、だし醤油、友中央のね。これは小さじ1。はい、はい、混ぜます。これ混ぜるポイントがありますか。あ、もうしっかり手で回す。左手は止める。左手止めて、そう、顔はバイーンじゃん。そうよ、バイーンで回すのがいいんじゃん。はい、先にこれね。はい、そしたらまあこれこっちどっちでもいいんだけど、まあ、こっちを入れつつがいいかな。ちょっとダマにならないようにこれ混ぜていきます。はーい。よくなんかあの大阪のたこ焼き屋さんとかってさ、でっかいバケツミキサーでバー混ぜよるよね。混ぜよるわ。工事現場のやつみたいなやつで。そうそう、コンクリート混ぜるやつじゃないあれ。そうで、プラス水ここから800入れたいんですよ。結構シャバシャバな状態。それであの壊れたベリーになったじゃん。最悪、ブチ切れマッスル。はい、こいつで混ぜます。もう300入れたいんですよ。もう800ですからね。で、合計900入れます。はーい。シャバシャバのようにすることによって中があのトロトロというか、よっしゃ、綺麗な感じを想定してます。できるか分かんないよね。できるさ、できるってやば。いや、風鳴るかもね。そしてこれもありますからね、たこ焼きくるりん。じゃあこれで焼いていきましょう。準備完了。はーい。これ何個食えるかやろうや。いいよ。1回で20個か。うわ、5回でにいけんじゃん。100いくじゃん。タコ足りんど。タコ足りんど。買ってくるか。買ってこーい。買ってこーい。まずは油を敷きまーす。はーい。何個食える ?30 いけるぞ。いけるでしょ。じゃあ6店舗で食ってるけどね、大阪行った時。何個？何個かわからんけど、6店舗で食ってる。すごい感じするけど。すごい感じするけど。多分2日ぐらいに分かっとるぞ、これ。3日です。3日かい。まずは生地を流します。まずは第1回目はあの作り方見てください、皆さん。はーい。おいしそうって早まる人多いよね。コメント早まる人ね。うん、おいしそうじゃないだろうっていうね、うん、現状。はい、これぐらい入れて、うん、もうタコ入れちゃいます。はーい。天かす用意してください。はーい。カスはカスなりに天かす用意します。卑屈な人がおるな。カスだもんで。だもんでっていうタイプ、名古屋の方。あ、そうそうそう、名古屋の人ってだもんでっていうんだよ。いいよね、うん、はい。手数入れる、はい、どれぐらい。もうザックバランに、多すぎないぐらいで。こんなもんかな。バランス悪いですね。バランスお願いしますね。そして上から蓋をするようにかけていきます。こんなにかけちゃっていいのかと思うぐらいですよ。はい、火加減が難しいね。弱いとブヨブヨになっちゃいますしね。そう、やっぱ今じゃ真剣だけトークは任した。 OK、 任して。トークなら俺に任せろ、ミスターマイク。どういうこっちゃんね。ヒロアカの話。ヒロアカの話好きじゃねえ。 MC もう大回しするやつがおってた。うん、嫌われたんじゃ。ちょっと嫌われた声を聞くで。そうそう、ずっとテンション高くてね、誰かさんみたい。大阪の思い出ありますかって話を。それあるさ。それはお前が言ってくれにゃ。 MC、 大阪の思い出ありますかって話ですよ。うっさいな。ある、大阪行った時にさ、うん、サブちゃんでもちょっと話してもらったけど、うん、どうよ、サイガさん。外向くやろ。回した後に。東城代よ、1、2個。いやでもね、あの昔、それこそ音楽やった時に、はい、広島から大阪に行くみたいな遠征結構あったじゃん。あったよね。あれ思い出深いですね。深くちょうだいよ。だけどさ、だいたい車で行くわけじゃないですか、あの時。そうだね。で、車でだいたい4時間ぐらい、うん、かかるんよ、うん、それがもう近いって思ってたもんね。朝5時とかに出て10時ぐらいに着いて、うん、昼からリハしてライブして12時ぐらいとかにさ、うん、なんだかんだ帰り出して、うん、帰るの朝5時みたいな感じで。そうだね。24時間で行って帰ってくるっていうのをやってたよね。あったね。で、ライブハウスがさ、アメ村にあったじゃん。でけ、あのリハ終わってから空き時間とかあって、その時にね、アメ村の周りで結構たこ焼き屋さんが何店舗かあって、 それ食べるっていうのは思い出深い。
やっぱ大阪の人に聞いたら、あ、やっぱアメ村のたこ焼きがうまいよってよく教えてくれよったけ。で、兄ちゃん好きなのはワナカってとこがね、一番好き。ワナカってチェーン店よね。まあ、チェーン店というか本店が大阪って何店舗か出してますよみたいな。ちょっと火が強かったか。ちょっと弱める。弱めました。はーい。あっちあっち。あ、ちょっと強かったな。はい、いいね。タコのハッちゃんって思う。ワンピースじゃんそれ。すいません、あの返しが弱くてすいません、あの真剣にやってます。いや、今のはね、正しい。それ以上はない。あ、ほんま。うん、こっちのせい。自分ごと。自分ごと、全部が自分ごと。ポストが赤いのも自分ごと。違うだろ、黙るなや。萎縮した。萎縮すんなや。司会者萎縮嫌じゃない。上田晋也がさ、なんとかあってバーって突っ込まれてさ、お前気になるみたいな顔だな。いやですね。ちょっと大阪はどこ行ったって。 USJ は面白いよね。面白かったね。久しぶりに行ったらすごいね、あれ。任天堂ワールド。でも任天堂ワールドのアトラクションは別になんだけど、あのエリアが面白かったね。はい、だいぶできてきましたよ。いいえ。サムネ撮りますか。サムネどうしよう。ここにたこ焼き1個ずつはめてこう。地球グミみたいに。地球グミ。熱いよ。行く。行ってください。サムネ命だけね。行ってくれ。うわー、あの肌の色とちょっと被るけ、うん、手一回あのタトゥー全部ビッチビチに彫ってもらって、あ、真っ黒にしてから。そう、黒のタトゥー入れてから。したら映える。そう、映えるかもしれない。今回のためだけに右手だけ黒いタトゥー。そう。なんでそれタトゥー入れられたんですか。どういう意味ですか。サムネのためです。かっこいいじゃん。大統領だよ。ユーチューバーですね。言われるよね。うん。お待たせしました。はいよ、待ちました。完成。言うかな。はい、待ちましたって言うかな。いや、正直な世界になってほしいよ。うん。じゃあ。お召し上がりください。うわ、もう見るからにふわふわとろとろ。はい、で、お好みでネギとかソースと塩がうまいんよね。塩うまい。完成しました。じゃじゃーん。じゃじゃーん。ダサいぞ。ちょっとこれがタコパです。え、もういっちゃうよ。いっちゃえ。せーの、いただきますって昔からあったよね。いや、裏じゃんそれ。裏で撮っとるよ。そう、いただきますよ。え、いただきますな。そうよ。でもあったよね、この歌。あった。どこだった。家。家だけ。家で作ってた。ない。ないよね。じゃあそれで行こう、今後は。せーの、いただきます。あ、いいじゃん。いいじゃん。綺麗いいしね。いいね。うん、結局なんよ。結局遡って染み取るやつが一番ハマるんよ。確かに。YouTube らしいよな。うん、いただきます。うん、いただきます。やれや。うまっ。うま。なんかトロトロしっかり。お好みソースが、でもお好みソースじゃない方がいいよね。やっぱもうちょっと薄いさソースの方が美味しいかもね。え、大阪のソース何。いや、お好みソースなんだけど、もっと多分サラッとするというか、なんか結構お好みソースって濃いめじゃん。てかこのたこ焼きめっちゃうまくない。やっぱめっちゃうまい。よくやるじゃん、大学生とか。うん、あれってまずいじゃん。これがさ、あれ、お前大学生経験ねえだろ。すっごい怒られた。イメージよ。実際は知らんけどよ。やっとるじゃん。やっとる。あれでこれ作ったらさ、うん、めっちゃうまいじゃんってなるくない。なる。褒められるよね。うん、話そっちのけ。あれ、タコパをするっていう口実でみんなで飲むってやつなんだけど、これはたこ焼きを食う会になる。やりたかったな、一回ぐらい。やったでしょ、大学行ってなくても。やってない。今日作ろう、その思い出。なんでお前じゃないんや。嬉しそう。きちょいな。嬉しそう。このくらもろいよね。うわ、マジペロリ。ペロリー。何それ。ペコリーだろ。語弊よ。ああ、ジェネギャ感じるわ。2歳と変わらんだろ。一緒に見とったわ、水中。全部ジェネギャ感じるかもね、若手は。若手って言うなよ、視聴者さんの若い子のこと。芸人じゃないんだけど。でもゴリエの YouTube なんかめっちゃ伸びてるよね。最近再活しちゃうよね。再活。何やねん、相方みたいな。活動再開が逆になって、しかも。しかもってなんや。え、忖度なしでめっちゃうまいよね。うまい。中が固まってないんや。いい意味でね、これは。その塩梅なんやね。うん。でもこれぐらい、あの、シャバシャバで作ると、そんなになんかすごい意識をせんでも、周りが焼けてきたなっていう感じで、あの、それに合わせて焼いていけば、うまくこうなるんや。そうよね。うん、素人じゃもんね、兄ちゃん。うん。次、焼く。いいでしょう。さあ、キエちゃん焼けるのかな、上手に。うまかったな。もうちょっと出汁に味があってもいいぐらい。もうちょっとお好みによっては醤油もう一回し入れてもいいかなぐらいかな。いっちゃおうか。ちょっと焼き集中するけ、 MC 頼むの。さあ、ということで、はい、失格。嫌だわ、そんな喋る途中にしゃっくりされるし、 MC。 なんつった。喋る途中にしゃっくりするよ、MC。 あれ、タコ入れちゃって。いいよ、入れて入れて。触りたくないんだろ、お前。手かゆくなるけ。かゆくはならんよ。テコって触ったらなんかさ。テコってさ。マジ。今日もね。はい、これでタコがなくなりました。やっべ、何入れる。探してくるわ。お願いします。天かす多めにしよう。かまぼこが一番近そうだったわ。
食感的に。うん、これ生きとんか。いや怖いね。ちょっと臭いけど。じゃあアウトじゃん。米入れる？米入れんね。パン入れる？パン絶対違うだろ。ネギ入れてやれば生地ないとこいっぱい。豚肉とか入れたら絶対うまいじゃん。あ、うまいね。あったっけ？ないもん言うな。エビとかも合いそうじゃん。ああ、あったかいね、エビ。ないよ。ないもん言うな。たこ焼きって性格が出るって言うけどね、一応。あ、そうなんだ、うん、丁寧かもしれないけど、テンポじゃ強いよね、それじゃ。いや、焼けるスピード一緒じゃんけ、これ。火が入るスピードはもっと早いけ、焼けるのが。いや、テンポだったら、テンポだったら。じゃ、うちはこの鉄板でやらしてもらってますけ。ですけ、出とるで、お前出させたんだ、兄ちゃんが。お前は一番嫌いな、ですけ。どんな色じゃねえやんっていう。ですけの話しとく。ですけの話しとく。ふりかき工場で昔働いてまして、はい、当時、自分が21ぐらいの時だったんよ、うん、1年後ぐらいに、検査の部署にね、新しい人が入ってきたんよ。ちょっと太ったメガネかけた人が入ってきて、ちょっとね、仕事ができんタイプなんよね。で、その人に、なんとかさん、あれやりましたって言って、やってなかったんよ。ちょっと言い訳っぽく、うん、あ、それがなんとかなのかね、なんとかですけど、やってないんすよ、みたいに言って、うん、その言い方、終わらせてくれてないだけだろうと思って、言い訳がましく言ってくんな。しかも、なやそのデスキへの広島弁と思って。広島弁ないだろう、そんなん。ないだろう、なんとかですのでって言えと思って。一応先輩ぞで、それを書いて兄ちゃんに言ったら、兄ちゃん大爆笑。それ以来、断ることにデスケが。そう、もうデスケ何年選手よ。これはもうさ、流行り言葉じゃないね。流行り言葉じゃない、これ文化。これはポジションチェンジしたわけねんね、焼けるあれによって。結構お店でもやっとるよね。やっとる。あ、すごい上手じゃん。ありがとう。すごい綺麗よ。綺麗じゃろ、まん丸で。まん丸で。お店によっても違うよね、まん丸のとこと、うん、さっきの兄ちゃんみたいにちょっとさ、ふにゃっとしたような、そういうわなかスタイルなんですけど、甲賀流とかもふにゃっとしたさ、タイプよね。そうですね。全然話せんよ、これやりよったら。じゃろ。うん。ふぅ、できたよ。いいね。よっしゃー。じゃあ、この半分で分けようか。え、お前こっちで、兄ちゃんこっちで。何、2列じゃん、兄ちゃん。兄ちゃん2列でいけ、お前こっちの3列。一組だけだろ、もう。いや、そういうことじゃないよ。ここ2列、2列、真ん中は半分で割る。何でもいいけど。え、それだったやん。ん？それだったじゃん、今まで。それでいいじゃん。いや、それじゃろ、普通。あ、おお、よかった。ラッキー。ありがとう。ラッキーって何？気づいてないバグがいるな。え、何？タコ入ってねえじゃねえかよ。それよ、ずっと。ないよって怒られるかと思ったら、なんか全然気づかんけどさ。忘れてたわ。で、この前後で分けますか、前後で。まあ、いただこう。やるよ。こうやってやるよね。こうやって。はい。うわ、ネギポしよう。ネギポいいじゃん。じゃあさ、今兄ちゃんカメラ映ってないところでこうやっていきよった。気分良さそうです。マヨネーズ取って、タバスコも手前にあるよ。わさびも。多いな、ちょっと。よいしょ。ネギポン酢作ろう。こっちのセリフ。さあ、ポン酢をかけて。かけすぎました。はいよ。いただきます。誰しも失敗はある。それを糧に次頑張って。いただきます。泣きます。泣きます。あっ、少々のっしょ。ちっちゃい王にしただけじゃない。しょ、少々のっしょ。わかる。すっごい煙出たら兄ちゃん。 C 社か。C 社ずっとった。C 社ずっとったな。こいつ C 社行ったん。俺行ったことないやん。いいじゃん、兄ちゃんの一歩先でも行かしてもらうことだってあるよ。お前は C 社行くんか。そういうタイプ。行ってみただけ。うまかった。あんま魅力があんま分からなかった。分からなかった。おしゃれ空間みたいな感じ。まあ言うたらそうじゃね。タコパみたいな感じよね。シシャパみたいな。シシャパみたいな。シシャも出てくるぜ。いい刺身、いいつけ。いい刺身。シシャも刺身で食わんだろ。あーってなってるやつだよ、大体。いいつまみ。うまいね。上手に焼いとるわ。でもやっぱね、塩が結局いっちゃうまいな。塩はやっぱタコとの相性が抜群。抜群。抜群じゃん。わかる？言いたいことが。言いたいことはわかるよ。さすがに。うん。抜群まで言ってくれたら。ヒントが多い。多すぎる。バリポーだったら。え？バリポーだったら。タコと塩は相性がバリポー。バリポーはかも、バリポーズかなって思う。バリポーズかなって思う。うん、タフィーローズだろ、それは。言い踏むな、お前。バリーポンズとタフィーローズで踏めるじゃないか。お前、言うし。タフィーローズね。ボンズはこうね。秀樹。秀樹じゃん、松井の。松井の。うん。カズオ。カズオ。松井松井カズオ。松井カズヨ。松井もすんなや。よくわかんないね。お母ちゃん。カズヨ。おちんちんし。カズヨ。30食うんじゃなかった。そんなことそんなこと言いさんなや。決めてよ。
저세요저저저생각해줘그생각나와전매는아저있어됐어うまいうまいでしょうまいよくやれんよ兄ちゃんこれあうまいねっていつも言ってあげるんだけどそれでいいうんいいえほんまにうまいうまいあじゃあいいうんギブあと3個は食べきれますお前ギブだろうんもう1回いくよマジうんギブミタコギブミって感じタコが入ってないもんでも生地めっちゃうまいねうまい家でやるときはねこのレシピ一番いいんじゃないかな今のとこねぜひ参考にしてほしいね大体60個分ぐらいは作れるねお最後の1個タコが入っとったラッキーおおラッキーじゃんタコ買ってきてや不満ならまだやるってことおいでもしっかりパンパン小食ですね兄ちゃんって小食なんかねいや小食だと思うよその割にはさ別に痩せてないじゃんまあ外でもないの体質だろうなとは体質マジあると思うね体質のせいにしていいよみんなもケイなんか開くっても太らんもんだけど太れんっていう兄ちゃんもさもともとさめっちゃガリだったわけずっとうんめっちゃガリじゃんっていうのって人によってはさいや嫌なことかもしれないもんねでさ食べとるって言われるの腹立たんあれ嫌だあれうざくないあれなんか人生を否定されとる気がしてなんかねそうあれ食っとるわってなるよねなるってことでドローダコ買ってきてドローかドローじゃないお店のが切れたわいや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 お店のが切れちゃったいやいやいやマジ大丈夫グルテンそれ言われたらさ萎縮しちゃう、うん、一撃これ食ったら勝ちだろどっちが先に食うかもうふざけんなよじゃあお前のもやったろうかいやったろうかいやっちゃるかいやっちゃるかおお効か効かなんだビビり合わせるこいつは現象をただ言ってたけど、うん、チコじゃあ今回の戦いはドローということだドローじゃないじゃろうがいや今から食いますけいやもう動画ももう終わりよ俺ももうほぼ最後のあの次の動画のあれが出とるかも4つ出とる、うん、じゃあ真ん中に寄っとかいこうやっとったこうやったら見やすいけどこうやったらみんな見えるからねねうんということでたこ焼きおいしそうと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いしまーす SNS のフォローもお願いしまーすたこ焼きのフォローもお願いしまーす本当においしいんでぜひ食べてね作ってみてほしいぜひたこ焼きパーするときはこのレシピを参考にしてみてねご飯食べますから1個食べます勝ちドローです勝ちです記録に残りません記録に残りません記憶にございません最高ですね、こいつ。